本日は私のワークショップにおいでいただきましてどうもありがとうございます。ご覧の通り少数精鋭でございます。ということで自己紹介からいきたいと思います。はい、あなたのお名前はガミキリエです。あら素敵なお名前ね。あなたのお名前はあら素敵なお名前ね。さあ何人覚えたでしょう。私ね名前すごい調子がいいですよ。私が授業とか小学校ですから授業です、授業とかこういうワークショップで一番大事にしていることって何か分かります？1番ね、私が楽しい。で2番は皆さんも楽しい。で3番が分かるとかできるとか、先生方帰って子どもたちと一緒に活動するので、ああ今日は楽しかったと思って帰っていただければもう私の目標はそこでほぼ達成ということで、でもう園に帰って一緒にできたらもう花丸でございます。ですがこれですね、ここにね QR コードを持ってる、これパシャッとしていってくれる。出ました、これで再生回数1回稼ぎました。持ってまいりました作品は私が作ったものです。子どもたちが作ったものは著作権の関係があるので、なかなかお見せできません。で写真に撮ってまいりました。ごちそうパーティーをしようという持ってますね。でお花に使ったことがない方いませんよね。使いますよね。お花以外で使ったことある方ないですよね。これ今回私考えました。こんな風になってものすごい色数出てます。20色、ね、これはなんか工作に使えそうだなということで、やってみたらいろんなごちそうパーティーいろんなごちそうできました。で日本で作ったのもありますけど、この焼きそばなんか子供が作っていたのを真似して私作りました。自分の生活経験がよく出てるんですね。この子はよくマクドナルドに行ってるんだな、このマークまで見てきてるなとか ねいろんなお祭りとか屋台とか連れてってもらってるのかなとかね。おすすめなのがまずはこれ。普通はふわっと作りますよね。だけどこれペタンとしてたらこうやってね置いとける。で あちらにひまわりとかコスモスがありますが、でパパパパパッと貼れば壁面があっという間に華やかになりますので、ここまではねお花から離れてないよね。でもお花から離れましょう。ちょっと四角っぽく羽型に切って、このモールで挟んでキューってこう寄せてギュッギュッって熱しただけでできます。で今から巻き物も一緒に作りたいと思います。巻き寿司です。巻いて作るやつが巻き寿司系が巻き物で、海苔で巻いてるのは海苔巻きで、卵で外側巻いてるやつがあったりね、いろんなのがありますから、今から後ろへ行って、好きなお花紙を選んで、好きな枚数を取ってください。このまま巻くと結構太巻き寿司になります。だから20ぐらいに巻いてもいいし、半分に裂いても構いません。20巻きぐらいにしても構わないかなと思います。でまずは白ご飯ですよね。白ご飯1枚ずつこう縦長にこう持ってください。一辺こうシャクシャクして
白ね。いけましたか。ふわふわなのでぐるっと巻き込めます。ぐるっと巻き込んで、で最後の巻き終わりのところに水のりをちょん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 でいいですね。これで一口大にまっすぐ切ってもいいし斜めに切ってもいい。まずちょっとまっすぐ切ってもいいです。潰れてもいいです。後からこうふわっとします。直近と切ったら後からこうふわっとします。そういうのやりながらで、後ろにこんなのを置いておくので、ここに好きに盛り付けたり、食べ物から離れてしまっても、全然離れてしまっても楽しみにしています。ですからあんま声出せないでしょ。みんなで遊ぼうって言いますから、遊ぼうって始めましょう。じゃあみんなで遊ぼう。遊ぼう。はい、じゃあ後ろにいろんな容器がありますので、参考にしたい方は見てください。でどんどん使ってください。さあ立ち上がって振り向かないと。金魚すくいですよ。金魚すくい。すくえるかな。あー、ちょっと難しいか。はいはいはい。そう、揺れてますね。はい、説明を。はい。たくさん残ってたのがあったのでもったいないなと思って。つなぎ合わせました。あとこれだったら子供が肛門に来てパッと行っても別に怪我もせんし、ああ、はあ、いいかなと思って、もともと最初それで作ってたんですけど、もうちょっと頑丈に作ったらちょっとふざけてますけど帽子になるかなと思ってます。はい、ありがとうございます。はい、つまみ細工、本当につまみ細工の作り方をヒントに作ってます。